間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日はバイオリン2台とビオラの発奏をいたします。今回はケースに入れての発奏ではなく、専用の段ボール箱を使って発奏する作業をいたします。こちらがその専用の段ボール箱です。これはバイオリン用です。中を開けてみますと、このようになっています。ここに今からバイオリンを入れていってみましょう。バイオリンが箱に入った状態です。バイオリンのエンドピンはこの溝に挟み込むようにして入れます。そして上から固定します。この状態では裏板は宙に浮いている状態になっていますので、夏場などでも裏板のニスを損傷する危険がありません。そしてここに先ほど外した上蓋を取り付けます。これで封をすれば完成です。段ボールですので非常に軽いですし、先ほど言いましたように楽器がフリーの状態、裏板がフリーの状態で収納できますので、夏場気温が高くなってニスが柔らかくなった時の発想もこの箱を使えば安心して行うことができます。さすがにこの箱の状態で運送屋さんに預けて運んでもらうというのは危険ですので、この箱をさらに大きい箱に入れまして、周りに梱包材を詰めて、そして安全に運んでもらうようにいたします。